皆様ご機嫌いかがでしょうか。タブレット順です。今日はですね、今度、ギャラリーを、ギャラリーって個展をちょっと絵を展示するというのをですね、初めての試みなんですけれども、やることになりまして、でも告知はされてると思うんですけれども、3日間あって最後の日に、ミニライブをやるということになっていまして、ただ、そこのギャラリーというか、普通の家なんです。空間的には本当、ここの絵を飾るのは6畳一間みたいなぐらいですよね。そんな、だからもう限られたスペースでと。絵が全然 絵が浮かばないというか、どういうふうにやるんだろうと思いながら なんですけれども、その中で、最後に歌をライブミニライブをやって終わるということで、そのありがたいことに結構多くの、応募をいただいたということでですね、で抽選で10名様ということでですね、なっておりまして、でどういうふうに抽選しようかと、イート社長とお話ししていて、で、僕は今現時点でもちょっとわからないんですけれども、何かこうアプリというものを使おうということになりまして、で、その操作を一応今ここでやりながら、それを お伝えするというちょっという感じで、全くぶっつけなんですけれども、もう最後にじゃあ番号として発表もするということになっておりますので、じゃ結構応募された方は割とドキドキするところもあるのかもしれないですね。そんなわけで、じゃあアプリというの、全く名称もよくわからないんですけれども、このガラケー人間なので、アプリ、なんかよく聞く言葉ではあるんですけれども、一体何を アプリってそういえば何なんだろうっていう感じなんですけれども、これをじゃあ実践して、じゃあビート社長のスマホを使ってという感じになるんですけれども、では、社長の、こう目の前にいるんですけど、手渡す。これ画面はですね、おい、野良猫の、僕も野良猫が待ち受け画面なんですけど、近所で妙に懐いちゃった野良猫が、最近ビート社長も、この猫ですね。かわいい、長毛種の。毎日来る、うちもそうなんですけども、すっかりこう待ち受けにまでなった、ビート家のアイドルの猫ですね。その、ここスマホを本当に使ったことがないですね。では、紙を見ながら、まず、ラッキードローをタッチと。おそらくこのラッキードロー、ここになんかマークがありますので、これをタッチすると。スマホってこう、ほっとくとちょっと消灯してしまうんです。で、画面右下の、プラスをタッチ。上？あ 下って書いてある。上、これでしょうかね。このプラスをタッチ。そして、カテゴリーを選択してくださいの、カテゴリーを選択してくださいの、文字をタッチ。そして、抽選内容入力欄のアップル、バナナ、スイカと書いてあるところをタッチ。の枠全部をタッチするということ。はい、タッチしました。となって出てきたのが、上にスクロール、アップルバナナが、キーボードが出てきたので隠れてしまったので、上にスクロールして、スクロール スクロールというのは、こういう感じ。上、下。全部上下が間違えてるのは どういうことなの？ 下にスクロールして、じゃ、これを、キーボード全体をスクロールする感じ。
これでもう一回出すということか。下のキーボードの右上、これも全部上下大丈夫か。今度右上の、今度は上で合ってます。バツ。は、右上のバツで、ついに指が、キーボードの右上の、なるほど。右上、向かって右上ということです。右上。で、バツで、アップルバナナの文字をすべて消す。これをアップルバナナをすべて消す。アップルバナナだけ、全部消す感じですか。文字を消すという、これを使って。これを全部消すと。すべて消したら下のキーボードの ABC をタッチ。ABC。これ文字変換みたいなやつか。それで、さらに123をタッチして、キーボードを数字にすると。そして、抽選内容入力欄に別紙の会員番号、下3桁。別、もう一枚の紙っていうことですか。これ、もうこれは見せちゃってというか、見えない感じで。なるほど。これはいくつかこう書いてあるんですけれども、一つ一つやるっていう意味でしょうか。これを見せちゃっていいんですか。002。で、これ全部、これ全部図なんですか。3桁を入力後は確定をタッチ。3桁入力して確定タッチ。タッチして、次に開業をタッチして、開業をタッチして、次の下3桁。次の下3桁を入力。この順番はこの横の順番で。019。でか、じゃあずっとあとは同じって感じか。開業。036。確定開業。07。確定開業。結構番号ありますね。ずっとこれ映してても全然面白くもなんともないんじゃない。612。スマホってこういう感じなんですね。やっぱりちょっと、なんて言うんだろう。ボタンじゃないとなんか不安な感じにはなります。なんで伝わっているんだろうかって。あと2つです。大丈夫だよ。962。963と。これで全部のはずなんですけれども。確定して、どこだ、解除します。全部入力したら上にスクロールして、抽選回数欄の当選人数の10。上だから、ここですか。これか。抽選回数欄の、これを、10人にすると。これをするのはどうしたらいい？上にスクロールして、抽選回数欄に当選人数の、ここ、間違えた。これは、10で、確認か。で、なったら、重複抽選可能のところは不可なので、重複抽選可能のところは、重複抽選がタッチせずにそのまま。
画面のどこかにタッチしてキーボードを消す。え画面とキー、あ、キーボード、これ自体を消せばいい。どこでもいいのか。タッチ、え、画面のどっかにタッチしてキーボードを消す。タッチ、あ、で、あの、あ、そして完了、完了をタッチ。まあ、赤いところ。完了をタッチ。あ、ここでいよいよ抽選って書いてあるので、これでもう抽選が始まるみたいな。はい。これで、いよいよ抽選ということになります。全然緊張感がない感じで。バナナとかのは何だったんだろう、そういうの。バナナとかがなんか出てくるんでしょうか。いよいよ10回達せばいいということかな。では、抽選をまず、お一人目の当選の方を発表です。じゃん。あれ、じゃん。おう。はい。お、そう、音楽はすごいめでたい感じのですね。で、もう一回いきます。もう二人目の抽選、当選の方。じゃん。340番さんですね。はい。どんどんいきたいと思います。三人目の方。じゃん。お、002番。の番号にもなんか意味は、こんなにいるわけじゃないんですよ。当然いないんですけれども。では、4人目。722と。722番さんです。さあ、そして5人目。じゃん。お、950。随分後の方の方ですね。そして、6人目。962と。だいぶ、最後の方の方。7人目。あれ？これほとんど番号順みたいになってきたけど。963。これ、今日最後の、ね、方でしたけれども。8人目だっけ。612番さん。はい。では、あと残り2名ですね。ついに。はい。ドキドキしますね。はい。では、ラスト2、ラスト2人目の。はい。019の方。そして最後の方です。共感が高まってまいりました。でも何もすることないな、すみません。はい、では、今最後です。別に押し方関係ないでしょ。じゃあ、最後の方です。じゃん。はい。223。これで、すべてですね。この10名の方に、僕も誰だかわからないから何とも言いようがないんですけれども、10名の方おめでとうございます。この10名様、今、まあ、おそらく画面、こう、YouTube チャンネル見ててくださってるんじゃないかと思いますが、これでも、10名集まんなかったらちょっとショックなものはありますけれども、まあ、この時期ですので、まあ、無理なさらず、10名でも、結構、まあ、いっぱいにはならないか、ちょうどいいぐらいになるかと、ね、あまり詰めるのもと思って、一応10名様ということになりました。はい、さっきのおすすめ、アップル、バナナ、スイカとかちょっと期待してたんですけど、なんかそういう絵が出るわけでも、え、うちはお金かかるんですか？これ無料の、はあ、こういう時に使うというか、なるほど。スマホを初めて使ってみました。
もうちょっとでもね、なんかやりたくなってきた感じ。これでよくゲームとかやってるんですね。なるほど。ということで、本当にじゃあ、この10名様ですね、に限らず、まあ、そのギャラリーは、もちろんどなたでも入れますので、よろしければいらしてください。ということで、ギャラリーの方もどうぞよろしくお願いします。ここで最後に歌ということで、なんか歌いたいなと思ったんですけれども、ちょっとアプリでは何も浮かばなかったので、絵の歌というと、今、とっさに思い浮かんだのが、モナリザの微笑み。これをちょっとさらりと、ボロンとやって終わりにしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。これからもちょっと絵を描き続けたいなと。例えば歌ネタで絵を使ったやつ、ちょっと新作をやってみたいな、いろいろ思ったりしております。では、今日はちょっとこれを、やった、あっ